Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.瞳と住田の瞳スタイルホーマンラジオ。この番組は本音で自由気ままにおしゃべりし、リスナーの皆さんと豊かさを分かち合う30分番組です。気楽に聞いてね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。9月やけどまだ暑いな、ね、中旬やけど暑い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 、ね、今日はほんとしたら、2週目なので、はい、じゃあ本、はい、いつものこの本ね、はい、あなたがなりうる最高のあなたになる方法、なるほど、はい、ジェリー・ミンチントンさんの本ですね、はい、人に親切にする、見返りを求めずに、うん、ある日一匹の小さなウサギが原っぱを横切っていると、うん、大きなワシが舞い降りてきて、うん、大きな爪でウサギをつかみました、うん、お願い助けて、うん、ウサギは叫びました、うん、もし僕を助けてくれたら、うん、きっといつかお礼をするから、うん、何をしてくれるのというのだ。ワシが尋ねると、うん、ウサギは答えました、うん、それは後で考える。とにかく僕を助けてよかったと思うはずだよ、うん、まあいいだろう。ワシはそう言ってウサギを地上に下ろしました、うん、ウサギはワシに言いました。ありがとう、約束は必ず守るよ、うん、3年後のある日、うん、森の中にいたウサギは、うん、大きなうめき声を聞きました、うん、そっと近寄ると一匹のワシが倒れていました。あの時のワシが、ワシかどうかは分かりません。どうしたの、うん、ウサギが尋ねるとワシは答えました、うんうん、罠にはまって逃げられないんだ、うん、助けてあげるよ、うん、ウサギは言ってワシの足にかかったロープを噛み切りました、うんうん、ありがとう、本当に助かったよ。わしは礼を言って大空に飛び立ちました、うん、誰でも人生のさまざまな時期にさまざまな人から親切にしてもらった経験があるはずです、うん、ある人からはありがたい手助けをしてもらい、またある人からは励ましを、うん、またある人からは理解や同情の言葉をかけてもらったはずです、うん、あなたがね、あなたが誰かに親切に したからといって、うん、必ずしもその人からお返しを受けるとは限りません、うん、あなたが自分に親切にしてくれた人に、うん、必ずしもお返しをしているわけではないように、うん、でも誰かの親切は別の誰かの親切を生み、あなたも含め全ての人が恩恵を受けます、うん、親切とはそういうものです。じゃあこれちょっと感動せん、ね、それ結局最初にウサギを食べようとしたワシが罠にかかっとったかどうかは分からんっていう話、ね、うんうん、ね、うん、だけど結局そのウサギはワシっていうものに助けてもらったから、うん、まあ、それのお礼も兼ねて、どんなそのワシかどうか分からへんけど、また助けてあげようという気持ちになったっていいよ、ね、そういう話。これ世界中がみんなそう思ったらさ、うん、戦争なくなるのにな、ね、はい、あなたのライフスタイルを応援します。キラキラビジョンアーティストリーダーひとみと、人生に豊かさを導く直感ナビゲーターのすみとがお届けします。FM ギグ、ひとみスタイル、ホーマンラジオ。I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent. はい、始まりました。はい、始まりました。今日もさ、この秋といえば芸術の秋、うん、ね、ええ感じやね。はい、はい、じゃあご紹介します先週に続きまして、今日来ていただいたのは、うん、美術家の梶原誠さんです。はい、ようこそいらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。こんにちは、梶原誠です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますということでですな、ね、先週、ね、終わりがけに、終わりがけにいろんなことを細密画でしたっけ。細密画、細密画ですよね、はい、細密画以外にもその美術家としていろいろやってはったっていうことで、
漫画家の弟子雇ったいう話、弟子というかね、そうですね、はい、超有名なあの方ですよね。そうですね、バカボンとか赤塚不二夫さん、赤塚不二夫さんのギャグ漫画買い取っていて、ね、で聞くところによるとその少年漫画の雑誌にも出たことがある。あ、それはもうなんか、ね、中学生の頃なんですけど。でも中学生で出る、ね、そんなもんなの。あのちょっとですね、うん、ちょっとやってみようかなということで、うん、あの少年サンデーですかね。あの少年サンデーですよ、はい、え、うん、サンデーってどんな漫画今書いてんのやろ。ねえ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 、どんな漫画が書いてるかな。今の流行りのやつ、コナン、コナン君で有名なサンデーですよね、はい、あ、コナン君、うん、あ、コナン君、コナン君です。へえ。それ中学生の時にでしょ。そうですね、その時流行ってた漫画があのなんですかね、あのうるせえやつらとか、そういう懐かしい、高橋留美子さんが全盛の頃じゃないですか。そうですね、その時にちょっと僕も少年サイトに載せたいなっていうことで、へえ、まあ、連載はもちろんしないんですけど、サンデーはうるせえやつらで、その時ちょうどほらドクタースランプ、あられちゃんもあったじゃん。あれジャンプか、あれジャンプですかね。そう、ジャンプに載ってたのね、ジャンプはあられちゃんやもんね、はい、でサンデーはうるせえやつら、男子大人気やね。そうですね、あの時人気ありましたよね。へえ、そこにちょろっと、うん、そうですね、出たことがあるんでしょ。あの1回だけなんですけど、うん、あのその時に努力賞で、まあ、あの1回しか乗らなかったんですけど、うん、でも努力賞で10万円はいただきました。そんな中学生で10万円なんて大金も大金でしょ。あ、そうですね、結構いろいろ遊びましたね。いろいろとそういうとこちょっと聞きたいんです。いろいろって何に使ったんですか。いや、何使ったんですけど、もう結構もう何十年も前ですからね、あんまり覚えてないんですけど。ちょっとした大人ごっこ。その時ファミリーコンピューターっていうか、ファミコンのソフトとか、それ買った覚えがあります、ね、10万円で。いや、10万円の中からです。スーパーマリオ的な。そうですね、ドンキーコングとか。ちなみにね、その誠さんね、まあ、言うたらこの絵めちゃくちゃうまいじゃないですか。まあ、ギャグ漫画からそうやってこういう写真みたいな絵まで描けてるわけですけど、もう物心ついた頃から、あれ俺って才能あるわみたいな、あったんですか。いや、才能があるっていうのは全然考えてなかったんですけど、うん、ただ好きだっていうことで、うん、そうですね、やっぱりその小学校の時に、うん、まあ、夏休みの宿題で、うん、なんですかね、作文でも絵でもいいからちょっと書くっていうなんか課題があったんですよね、うん、それで僕が絵を描いて、うんうん、何の絵描いたんですか。あ、漫画なんですけど、漫画って何、自分のオリジナルの漫画ですか。いや、思い出、その思い出っていう題名で、うん、要は夏休みの出来事を漫画に表して提出したら、なんか先生からすごい受けたってことなんですかね。評価が高かったんで、それから僕はハマっちゃったんですよね。褒められたからいけるみたいな、いけると思って、それから小学校6年の時もう課題も関係なく、今度思い出パート2とかいう漫画を勝手に書いてですね。漫画ですか。漫画ですね、やっぱ漫画の本みたいにこの枠とかつけて、 そうですね、もうそれを夏休みの宿題で出したんですか。出して、はい。ちょっとそれ他の子いませんよね、そんなことするのって。その時いなかったですね。今もいないんちゃいます、そんなに。どうなんですかね。ある意味すごいですよね。でそれで出して先生に怒られるどころか褒められたという。そうですね、一応夏休みの課題でっていうことで。へえ、ね、でそれから、はい、俺絵に関してはすごい長けてるみたいな、なんとなく。いや、なんか描くのが好きで、ただひたすら描いてたら、うん、それでなんて言うんですかね、で自分で言うのもなんですけど、だんだんこう上達するじゃないですか、書くたびに。それだけだったですかね、別に才能があるとか、なんかやりたいってこともなかったんで、ただ書いてるだけ。一個聞いていて、そのね、漫画とかね、アニメタッチからね、今のこの細密画までってね、はっきり言って、タッチ全然違う感じするんですよ。そうですね。うん、でしょ、ええ、なんで、なんやろ、どっちが上手いとか下手とかそういうことじゃなくて。そうですね、僕が、うん、そうですね、その1回やめたんですよ。何をですか。1回漫画家の弟子っていうか、その、うん、事務所にいて、うん、ちょっと若気の至りなんですけど、ちょっとやっぱり給料が6万ぐらい、ちょっと遊べないなっていうことで、ちょっと遊びたいからっつってそれやめて、うん、でもうなんていうんですかね、
そのプリンスホテルのコック料理の世界に入ったんだ。料理の世界入ったんだ。一回やめて。じゃ意味わからない。まあ入ったんだ。はい、でそれからあの24年ぶりに再開したんですよ。えコックの時期長かったってことですか。あいやコックの時期も8年ぐらいですかね。8年、ええ、短くもなきゃ長くもなくというか、そうでもまあまあ結構本格的にやってはったってことですよね、うん、そうですね。その後にまあそうですね、アニメーターとかグラフィックデザイナーとかやってきたんですけど、うんうん、やっぱりちょっと久々に絵を描いて、うん、あのちょっと極めたくなったっていうか、うん、急に急に、まあ、やっぱり若い頃からのその思いが、ええ眠ってたものが、なんか残ってたんで、出てきたんですね、噴火みたいな、ね、そうです噴火みたいですね、うん、それで書いてみたらやっぱりうまかったっていうこと。あいやうまかったっていうのは思ってなかったんですけど、うん、ちょっと試しにあの、うん、その時に、僕の行きつけ その飲み屋さんがあったんですよ。飲み屋さん、うん、この名刺のとこじゃないですか。ちょっと名刺の写真が飲み屋にしか見えへんいう話違いこれじゃないですね。じゃないですよ。あの新宿の思い出横丁っていう飲み屋さんが、あ飲み屋さん 思い出思い出横丁っていう、ほう思い出つながりですね。なんか、うん、でそこのお店の店員さんがちょっと似顔絵描いてくれと言われて、うん、で描いて、うん、今店に飾ってるのかどうか分かんないんですけど、うん、そこからちょっとまた目覚めたんですかね。ちょっと才能やっぱり目覚めてもうたってやつですね。まあ、描きたくなっちゃったんですよねやっぱ。それちなみにいくつぐらいの話なんですか。そこから再開したのは、もう今から3年前なんでまだ最近ですよね。3年前なんですか。で細密画も始めたのもちょうど3年ぐらい前なんで、ある意味ちょっと浅いっちゃ浅いけど、でもそうなんですよ、浅いんですよ。でも元々の才能を埋め込んどっただけの話ですもんね。その漫画である意味挫折ってことですか、はい、漫画の時に。そうですね、一回漫画の時に、うん、あのやっぱりちょっと遊びたかったっていうのがあったんで、他にいろいろその時ビリヤードとかいろいろやってた。あビリヤードいろいろやってたって、ビリヤードでやっぱり家で絵描くよりビリヤードやってた方が楽しいかなって。いや意味わからんそれでビリヤードの方が良かったと、まあ、どっちにしてもちょっとその6万円だとやっぱり、まあ生活ね、チキンラーメンとかそういうインスタントしか食べれないのでちょっとまあ、転職して、うん、一回ちょっとやめたんですよね、絵を。それはもう泣く泣くやめたんですか、やっぱりその生活のことを思ったら無理や。生活のことですかね、その頃は、もう若かったんで仕方ないんですけども、生きるためにはやめなければってなるね。こんな給料じゃみたいなね。そうなんですよ。あそうだった。それってやめて、まあ、いろいろ給料になることをやってきた、お金になるようなことを選んでやってきた。そうですね。それからその料理の方の仕事をやって、ちょっとなんか面白いなと思って、間の時期のがね、そうやってちょっと苦悩とかもあったかもしれん。それは後半の部分でじっくり聞かせてもらいたいですね。はい、はい、それでは曲紹介お願いします。はい、今日はトットのアフリカです。はい、take some time to do the things we never had.
cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. FM ギー瞳スタイルホーマンラジオ、はい、後半始まりました。はい、後半です。その梶原誠さんの先ほどの絵の才能っていうところで、その赤塚不二夫さんっていう名前がちょこちょこ出てきてるんですが、はい、どうですか、梶原誠さんにとって赤塚不二夫さんっていうのは。そうですね、僕も、うん、まあ、絵を、まあ、ただ好きで子供のこと描いてたんですけども、うんうん、やっぱりそういうなんですかね、才能を認めてくれた部分とかがあるので。だってあの赤塚不二夫さんですよね、だってお亡くなりになってるじゃないですか、はい、でも未だにその天才バカボンのこと、多分日本中の子供たちっていうか、子供から大人までまず全員知ってるだろうし、はい、あと今あれやんな、おそ松さんっていうのも出てきてるでしょ。おそ松くんじゃなくておそ松さんなんでしょ。大ブレイクしてるんですよね。亡くなってからもこんな大ブレイクさす、はい、もう言うたら伝説の漫画家ですよね。そうですね、その方に認められてたわけでしょ、はい、絵の才能を。そうですね、まあ、ギャグ漫画っていうか、あの、ストーリー性を。それさっきほらちょろってこの曲流れてる時に少しおっしゃってくれてたじゃないですか、お話してくれたじゃないですか、はい、その漫画思い出パート2のこと、はい、うん、それを読まれてたみたいな。そうですね、まあ、母親がお店をやってたので、そこで母親が本棚に置いてくれてたのが、それがすごい、自分の息子を認めてたことでしょ、お母さん。うまいね、そりゃそうやね、家先週で語ったかな、家描いてくれっていうぐらいだもんね。そうなんです。すごい、お母さんに認められる息子すごい羨ましいですよね。母親が、そうですね、描くなっていう母親じゃなくて、まあまあ、描いてくれたら褒めてくれてたので、やっぱり時代的に漫画とか描いてて、勉強もせんと漫画ばっかり描いとったらみたいな時代ですよね。そうですね、こっそりなんかね、勉強の方が大事やみたいな、はい、一流大学出て一流の会社行けの時代に漫画ばかり書いとったらね、はい、それやのにお母さんは応援してくれてる。そうですね、まあ、おかげさまで勉強あまりできないんですけど、ただおかげさまで。それからやっぱり好きなこと、まあ、漫画、まあ、絵を描くことがずっと続きましたね、やっぱり。で結局一度辞めて、3年前に復活するときに、はい、やっぱりそこには自分の才能もあるっていうので、さっき言ったその赤塚不二夫さんに昔言われた言葉であったりとか、はい、そのお母さんのこととか思って、うん、もう一回やれるぞみたいな、あったんじゃないんですか。そうですね、僕もちょっとその、まあ、自分の時間っていうのを作ったので、うん、その自分の時間の中で、うん、そういえば昔何やってたかなって思い出したんですよ。そしたら、うん、赤塚不二夫さん先生に言われたこととかいろいろ思い出して、うん、じゃあもう一回ちょっと書いてみようかなっていう感じで始めたんですけど、うん、まあ、ギャグ漫画ではないですけどね、今始められてることは、ね、そうですね、今ギャグ漫画じゃないですけどね、はい、細密画もそうです、はい、そうですし、うん、あとその油絵とかもでしょ結局。そうですね、油絵はもう昔から描いてたんですけど、うん、ただ
まあそうだね、小学校の時とかも油絵を描くかギャグ漫画を描くかどっちか先生、あの学校の先生にどっちかにした方がいいとなんとなく、うん、わかる、どっちかでしょうね、うん、両立はできへんと思われがちですよね。そうですね、ただ両方続けてきましたけど、両方続けたんで、二足のわ、ある意味二足のわらじ的な、そうですね、漫画と油絵は、うん、あの両方やっぱり好きなんで、うん、その再開、まあ、そうですね、その一回辞めるまでは両方続けてまして、うん、へ、今どっちが好きとかじゃない、どっちも好き、あの絵を描くこと自体が全部ひっくるめて好きなので、うん、あのどういう画材とかどういうな画法っていうかですかね、うん、あのあんまり考えてないんですよ僕は。ただ描くことが好きなので、ただ描くことが好き、ただ描くことが好きなので、ね、絵をですよね。そうですね、いやでもそれですごい訴えてるっていうかメッセージ性ありますもんね、ほんまに。 ありがとうございます。なんかね、私ほんまのこと言うとね、一番最初そのオードリー・ヘップバーンの、ええ、今日持ってこられた写真じゃない、別の写真やったと思うんですよ。ビビアン・リーやったかな、その写真をフェイスブックで初めて見たときに、はい、涙出たんですよ。あ、びっくり、感動しすぎて、はい、こんなここまでだから、ええ、ビビアン・リー書いてません、書いてました、オードリー・ヘップバーンかな、オードリー・ヘップバーンフェイスブック出してたやつ。そうですね、僕もちょっと何枚か自分で書いてる人が自分で何書いたかあんまり覚えてはいないんですけど、ビビアン・リーやったような気が、まあ、間違えたらごめんなさいね。ただそれを見たときに、例えばそれがオードリー・ヘップバーンだったら、オードリー・ヘップバーンがよりオードリー・ヘップバーンらしく見えて、より美しく見えて、私いずれこの人に絵描いてほしいなっていうのを本気で思ったんですよ。ありがとうございます。家はまだもうちょっと早いかなって思う。なんか家描いてもらうときって年齢的に微妙に同じぐらいやったらかなみたいに思うんだけど、はい、ちょっとね泣いてもうた。あまりのその、はい、うん、出てるっていうか本人のいいとこ全部出てるし、そこまで描ける人がこの世におったんやなと思って、私いろんな芸術家の絵とか見に行ってますよ、見に行ってますよ、はい、で最近ちょっとダリ見てきたとか、うん、モネ見てきたとかあるけど、はい、比べ物なれへんって思って、グラフィックデザイナーって言うからグラフィックかなって思うぐらいの絵やから、はいはい、ちょっとこれもま感動ですよ。そうやってすごい人にも認められるって、うん、やっぱりそれが自分のエネルギーにもなってますよね。もう亡くなってしまった、ね、方ですけどね。そうですね、やっぱりいろんな人に助けられてるっていうか、その認められると自分もやっぱ嬉しくなるので、それは続けられるんですよね、持続できるエネルギーに変わりますね。ちなみにですけど、今もしギャグ漫画で少年サンデーから、はいはい、ちょっと書いてください思い出って言われたら聞きます。思い出、はい、そうそう、思い出じゃなくてもあのそうです、ね、頼まれたら書きますね。書くとすれば、うん、何を題材に書きたいですか。例えばスポーツ漫画とかもあるし。そうですね、まあ、スポーツ漫画やっぱり書いてみたいというのはありますね。すごい躍動感あるでしょう ね。そうですね、スポーツ漫画で部分的に細密画で入ると、ね、サッカーとかすごいことになりません。そうですね、あのサッカーはあんまり僕もルール知らないんですけど、あの野球はずっとやってて、うん、やっててあの子供の頃からやり続けてきたので、うん、野球のルールはちょっと、まあ、詳しいので野球の漫画を描きたいなとは考えてます。ちょっと野球の漫画描くかもしれへん。ね、ちょっとめっちゃ楽しみやんね。ということでちょっと早いですけれども、あの古典あるんですよね、はい、あのその辺いつどこでどんな感じのことかちょっと教えてもらっていいですか。あ、はい、ですね、はい、まだちょっと先なんですけども、先でもいいですよ、うん、来年の1月の25日に、はい、うん、来年の1月25日ね、はいはい、あの東京の杉並区に、はい、あの高円寺って駅があるんですけど、南口出たまっすぐ、はい、あのパルセ商店街っていう、パルセ商店街、パル商店街ですかね、うん、はい、でそうするとそこに一つなっていうフリースペースがあって、はい、そこの2階のアップタウン高円寺ギャラリーっていう場所があるんですが、うん、そこで個展を開きまして、うん、あとはそうですね、夏にパリの公募展に出すっていう予定があるので、夏っていうのは来年のですか。まだ先の来年ですかね、うんうんうん、はい、で一応僕の予定ではそういう2つになってますね。Well, all is FM geek. Someday you'll understand thatNow, now, he's looking at your kid. J
The Galaxy Express今日の瞳スタイルホーマンラジオはいかがだったでしょうか。はい、ね、先週に引き続いて、すごい人来てもうたわ。もう世界行くんやもんね。行ってるのか。行ってるんですよね、そうやって。あ、まだ現地には行ってないんですけども、でももう絵描き終わってるっていうことは行ってるのと同じじゃないですか。ありがとうございます。パリーやで、パリーで個展ってねえ、かっこいい ね、 ねえ、かっこいいですし、なんかすごい、これから何一番楽しみにしてます、いろんな意味で。そうですね、人生の中で、まあ自分の絵をこう世の中に広めたいっていうのは考えてるんですけども、まあ特別に何をするっていうのはまだ決まってないですね。これからですかね。いや、変なこと聞いていい？変なこと聞いていい？あの、自分の家はいつ描くんですか？あ、そうですね。僕もちょっと、そうですね。なんか様子を見ながら描いて描きますかね。その例えば家じゃなくて普通の写真とかでもめっちゃ下世話なこと言ったんだけど、その目は触らへんって言ってたじゃないですか。そうですね、でも、はい、髪の毛増やしたり痩せさせたりすることは可能やって言って、ね、髪の毛増やせれるんやって。あ、それは簡単な作業だ。簡単な作業やけど結構大変な。もう微妙に分からんように増やさないかんのですよ。帽子かぶすとかじゃなくって。そうですね、はい、すごい面白いよ。でもどん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 みんなに知ってほしいですよ、ね、はい、うん、このラジオ以外じゃないところで本物を見せたいところ。でもラジオでどこまで伝わるか分からへんから、はい、これフェイスブックね、見ていただいたら、ね、ぜひちょっと言うてくれる。フェイスブックでもう一回お名前のところとかさ、ね、これ、梶原誠さんで探せば、うん、フェイスブック出てきます。あ、出てきますね。奇変におっぽのに、野原の原に、ごんべんになるの誠さんですね。はい、YouTube ですかね。あ、 YouTube ですね。はい、はいはい、それではリスナーの皆さんの感想などもぜひお寄せください。 Facebook ページホーマンラジオのページからお送りいただくか、今お聞きいただいております FM ギグのページ下の方にお便りコーナーがありますので、そちらからお送りいただくことができます。はい、この時間はひとみとすみととゲストの梶原誠がお届けしました。次回もお楽しみに。ありがとうございました。さよなら。さよなら。